話を見ます。今日は浦島太郎を読みます。昔々あるところに浦島太郎という漁師が住んでおりました。毎日海へ出かけて行っては魚を取って暮らしていたのです。太郎の暮らしは貧乏でした。でも太郎は夢を見ることが大好きな心の優しい若者でした。魚を取ることよりも海を眺めてお魚になってみたいなぁなんて考えている方がずっとずっと好きでした。本当にそうなったらどんなに楽しいことでしょう。太郎はいつもそんな夢ばかり見ていました。ある日のこと、太郎が海から帰ってくると浜で子供たちがワイワイ騒いでおりました。見ると一匹の子ガメを捕まえてみんなでいじめているのでした。この悪たれ坊主ども、弱いものをいじめちゃいけないぞ。太郎は子ガメを助けて海へ放してやりました。気をつけて帰れや、もう二度と捕まらないようにな。心の優しい太郎は子ガメが帰っていった海をいつまでもいつまでも眺めていました。さて、それから何年か後のこと、いつものように太郎はのんびりと魚釣りをしながら、カモメになってみたいなぁなんて考えておりました。とそこに現れたのは、いつか太郎が助けたあのカメです。太郎さん、あの時は本当にありがとう。お礼に海の底の美しい御殿へご案内しましょう。そこは竜宮と言いましてね、綺麗な海の花に囲まれたとても素晴らしいところですよ。さあ行きましょう。どうぞ私の背中に乗ってください。亀は太郎を背中に乗せると海の中をどん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 泳いでいきました。おお、美しい海の世界を見て太郎はびっくりしてしまいました。そこは太郎が夢に見ていた通りのとても素晴らしいところだったのです。あっちにもこっちにも、あたり一面に美しい海の花が咲いていました。どうです？素敵でしょう。うっとりしている太郎を見て、亀は得意そうな顔をしました。本当に夢を見ているようだ、と太郎は思いました。やがて太郎は光り輝くサンゴの庭にやってきました。まぶしくて目がくらんでしまいそうです。なんて美しいところだろう。あたりを見回して太郎は思わず叫びました。するとその時です。サンゴの山が静かに動いて真珠の階段が現れました。そしてそこには美しいお姫様が立っていたのです。竜宮城の乙姫様でした。太郎はあんまりびっくりしたものですから、
すぐには口が聞けずにポカーンとしていました。よくいらっしゃいました太郎さん、亀を助けてくれてありがとう。どうかゆっくり遊んでいってくださいな。はあ、いえ、美しい乙姫様からお礼を言われて、太郎はすっかり照れてしまいました。こうして竜宮での楽しい毎日が続きました。ほっぺたが落ちそうなほどおいしいごちそうを食べて、魚の踊りを見て、それに優しい乙姫様がいて、太郎にとっては本当に夢のような毎日でありました。けれどもこの夢のような毎日も長くは続きませんでした。おいらの村はどうなったんだろう。おっかさんは元気でおるじゃろか。いつしか太郎の心はふるさとを懐かしむ思うようになっていたのです。それで太郎はだんだん元気がなくなっていきました。太郎さん、あなたは帰りたくなったのですね。しょんぼりしている太郎を見て、乙姫様は残念そうに言いました。いつまでもここにいてほしいのですが、仕方がありません。それではこれをお土産にあげましょう。もし困ったことがあったら、その時にはこの玉手箱を開けるのですよ。こうして太郎は亀の背中に乗って懐かしい村へ帰ることになりました。乙姫様、さようなら。どうもありがとう。太郎のここは、ロア、何日ぶりかで帰る村のことでいっぱいでした。亀さん、ありがとう。帰ってみると、村には美しい花が一面に咲いておりました。太郎は大喜びです。ところが気がついてみると、村の様子はすっかり変わっていました。太郎の家がありません。おっかさんもいません。いえいえ、そればかりか知っている人もいないのです。さっきの元気はどこへやら。太郎は途方に暮れてしまいました。その時思い出したのは、乙姫様がくれた玉手箱です。そうだ、これを開ければ何かわかるかもしれない。そう思うと太郎は恐る恐る玉手箱を開けました。すると、あら不思議、玉手箱の中から白い煙がもくもくと出てきたではありませんか。そしてあっという間に浦島太郎は白いひげのおじいさんになってしまいました。そうです、太郎が竜宮で楽しい毎日を送っているうちに、地上では何百年も経っていたのです。太郎には海の底の美しい世界が夢なのか、今の世界が夢なのか、よくわからなくなってしまいました。おやすみなさーい。